酸化ハフニウムオキシド、ハフニアとは化学式波法2で表される無機化合物である。無色の個体であり、ハフニウムの化合物の中では比較的安定な化合物の一つである。バンドギャップはおよそ6イブで絶縁体。金属ハフニウムを得るための反応過程の中間体である。反応性は低く、脳硫酸のような強酸や強塩基でないと反応しない。 不酸には徐々に溶解して、フルオロハフニウム酸アニオンを与える。高温条件において、炭素もしくは4塩化炭素存在下で塩素と反応させることによって塩化ハフニウムが得られる。酸化ハフニウムは、光学コーティングやーラムコンデンサの高流電率ゲート絶縁膜に用いられる。酸化ハフニウム及び酸化ハフニウムを含む複合物は、 電解効果トランジスタのゲート絶縁膜素材であるに、酸化系素に代わる新素材の有力な候補として研究が進められている。酸化ハフニウムがトランジスタ材料として有用である理由はその高い有電率にあり、二酸化系素の有電率が3.9であるのに対して、酸化ハフニウムは25と6倍以上の有電率を持つためである。また、 カーボンナノチューブを利用したウベレムにおいても二酸化ケイ素に代わる絶縁膜として用いられている。絶縁膜素材を二酸化ケイ素から酸化ハフニウムに変えることによってメモリへのアクセス時間が数ミリ秒から100ナノ秒にまで減少し、それによってウベレムへの時間あたりの潜在的な読み書き能力が10万倍向上する。さらに、IBM およびインテルの将来の集積回路の サブストレート基板素材として選ばれ、論理密度及びクロックスピードが向上し、電気消費量が低減される。他の分野での用途としては、酸化ハフニウムの非常に高い融点を利用して、熱伝体などの絶縁性耐熱剤として利用され、摂氏2500度まで機能性を失わずに耐えることができる。ブヤングフンリー、レイグカン、ルネニー、ウェン、GHE。 アンドジャックシーリー、サーマルスタビリティアンドエレクトリカルカレクタースティックス、オブウルトラシンハーフニウムオキシドゲートダイアレクトリック、リアキシダイズドウィズラピットサーマルアニリング、アップル、サイズ、レッド、76、1926ドイ、10.1063、1.126214、キングスクマトラ、マーチン・エム・フランク、ビジェイ・ナラヤナン、ビナ・ミスラ、アンド・エドゥアルト・エイ・カルティエ、 インパクトオブメタルゲーツ、オンリモートフォノンスキャッタリングインチタニウムナイトライド、ハフニウムダイフサイド n チャンネルメタルオキシドセミコンダクターフィールドエフェクトトランジスターズローテンパチャーエレクトロンモビリティスタディー j, アップルサイズ 102, 114,507度 i, 10.1063, 1.2821712gd ウィルク rm ウォレス jm アンソニー。はい カッパゲートダイアレクトリックスカレントステータスマテリアルズプロパティーズカンジダーシャンズ J アップルサイズ89 5243度位10.1063 1.1361065五八とナノつべメモリーフラッシュズパストシリコンニューサイオンティストアーティクルリトゥンデーゴフェブラリー2009倍デビッドロブソン最終更新確認 2010年10月31日、インンンテルル、チップスススウィルランファスター、ユージングレスパワー、ユジグレパワニューヨークタイムズ2007年1月27日最終更新確認2010年10月31日ベリーハイテンパーチャーエキゾチックサーモカップルプロブスプロダクトデータオメガエンジニアリングインク最終更新確認2010年10月31日ありがとうございます